ロバートリー・フロストはアメリカ合衆国の詩人。作品はニューイングランドの農村生活を題材とし、複雑な社会的テーマや哲学的テーマを対象とするものが多く、大衆的人気も高く広く知られた。生前から表彰されることもしばしばで、ピューリッツァー賞を4度受賞した。1961年には、ジョン・エフ・ケネディアメリカ合衆国大統領就任式で、 詩を朗読した。この詩は1916年にマウンテイ・インターバルに収録された作品である。フロストは1912年から15年の間を英国で過ごし、そこで同じく詩人であるエドワード・トーマスと親しくなる。フロストは1915年にニューハンプシャーに戻った後、この詩の初稿を彼に送った。この詩を彼は個人的に深く受け止め、 そして第一次世界大戦に従軍するという決断に大きな影響を与えた。その後、トーマスは2年後にアレスの戦いで戦死している。アメリカの多くの子供は彼の死であるザ・ロード・ノット・テイクンを学ぶ。それは長年にわたって親しまれ、彼の死の中で最も有名なものとなっている。しかし、研究者の中には、これは最も誤解されている死であるという人もいる。 この詩は、自由意志を重んじ、自らの道を進めという内容の詩ではなく、フロストの代名詩でもある、アイロニーに満ちた定観に満ちた詩であるのだと彼らは、述べている。最後のスタンザで、語り手は、今から何年、何十年先に老人になった時、この物語を、ため息と共に語り続けると述べている。ため息は、後悔か満足のどちらかを表す表現で、あるが、原文において、 名言はされていないのである。フロストの伝記を記したローレン・ストンプソンによると、フロスト自身が一度この詩を朗読した際に、観客に向かって、u v to b Careful of That One It's A Tricky Poem, Very Tricky と、この詩に皮肉が含まれている可能性があるとほのめかした。と述べている。幸福とは、長さの不足を高さであがなうもの。 愛というのは抑えきれない欲望を抱かれたいという、抑えきれない欲望。を、目隠しした馬のように範囲の限定された目的は、必ずその持ち主の視野を狭くする。教育とは、立腹したり自信を喪失したりせずにほとんどすべてのことに耳を傾けられる力のことだ。脳は、不思議な器官だ。朝起きた瞬間に働き始め、オフィスに着くまで活動をやめない。長坂、 ようこ、ジョー・バイデン新大統領就任式アメリカ初の警官詩人、アマンダ・ゴーマンが死を暗唱。光はいつもそこにある。L、2021年1月27日へ閲覧。ありがとうございます。